こんにちは。目黒にあります学芸大割烹鈴木義嗣です。今日はですね、お魚を使った料理、サバ、これをですね、今日はサバの煮付け、これを、やっていきたいと思います。こちらの方のポイントなんですけども、必ず軽く塩を振ってですね、それから上から熱湯をかける、要するに霜降りにしてやることによって臭みが取れてすごく美味しいの出来上がります。でそこで、まあ、こちらの方はこう三枚におろしたやつですけども、これから塩を振ります。で塩の振り方をちょっとやりたいと思うんですけども、まあここにこうお塩があるんですけども、こう左手のところにですね、ここにこう塩を置いて、それで魚のそばに置いたらですね、ここでゆっくりで結構ですから塩を振ってあげる。身の方だけで結構ですから。手裏剣みたいです。そうですね、こうまんべんなく。でそこでこういうふうにですね、そこで大体ね約10分程度置いておいてください。10分ぐらい経ちましたらですね、これをこれから、上から熱湯をかけて、やることによって美味しい、サバの、煮付けが出来上がりますから、ぜひやってみてください。で魚の煮付けなんですけどもね、一つは何かっていうと、どんな魚でも結構ですから、必ず軽く塩を振って、それから上から熱湯をかけてやることによって美味しくなりますから、必ずそれだけ、2つだけは必ず守ってください。よろしいですか。それではね、ちょっと見ます。身の部分だけ塩すればいいんですか。で身と皮の方に必ずやるってことですね。よろしいですか。はい。それでは、ここにですね、塩を振って、それでこう、まあ、大体10分ぐらいで軽く水洗いしたのがありますけど、ここで、まあ、こう3等分、大きければこう3等分ぐらいで、小さければまあ2等分ぐらいで結構ですから、こういうふうにこう、そこでとしたお湯ですね、ここでね、よろしいですか。これが一つのポイントです。こうやって全体が軽くですね、こう白くなってきます。はい。でそうしましたら、はい、今度皮目の方ですね、はい、でこれも熱湯をかけてあげる。まあ全体的にこうやってですね、で白くなってきますから、こう身の方もですね、そしたら出来上がりですから、必ずこれだけをしっかりと守るってことですね。それが美味しさの秘訣です。こちらですね、そこで、用意するものですね、これから味付けしていくわけなんですけども、用意するものは日本酒、みりん、濃い口醤油、それとここにあります、これは三温糖、もしくは白砂糖でも結構です。なるべくだったら、これザラメ砂糖とか三温糖を使った方がいいと思います。それとあとはやっぱりこの生姜、これもやっぱり入れた方がいいと思いますね。まあ家庭の冷蔵庫の中にですね、もしごぼうがあればごぼうなんかに入れても結構ですから、必ずこういった生姜を入れることによって、まあ、臭みとか美味しさが増してきますから、必ずそれを入れてください。はい、よろしいですか。はい。それではですね、これからはサバの煮付けを作っていきます。まず最初にですね、お酒、これ大体ね、200cc、 これを入れます。それとここにありますみりん、これをね軽く煮切ります。
まあ、軽くで結構ですからね。でこちらの方の一つのポイントなんですけども、絶対に使っちゃいけないのはお水ですね。お水を入れてやることによってですね、味が全然変わってきます。ですから煮魚を作る、どんな魚でもそうですけど、煮魚を作る時にはお酒で煮るってことを覚えておいてください。そうすることによってコクが出る。あとはお魚からの水分が出てきますから、それとこう絡み合うことによってより以上深みのある美味しい、サバの、煮魚が出来上がりますから、必ずそういうふうに守ってください。でそれではですね、ここで今ちょっともうちょっと経ってきますと、はい、お酒とみりんが沸いてきます。でそうしましたらですね、ここでお砂糖ですね、大体大さじで2ぐらい、ちょっと私は甘くしますね。はい、そこで、はい、でそれで沸いてきますから、そうしますとね、ボッとこう、炎が出てきますから、だからそこでちょっと火を弱くします。はい、そうしましたらね、まず最初にここでこのお魚、これをねちょっと、はい、はい、軽く煮ます。いいですか、はい、皮目から。そうですね、皮目の方でも結構ですし、あと僕は身の方からやってるんですけど、意外と皮目の方からやっちゃいますとね、意外と皮がこう取れたりとかなんかしますから、じゃあ身を下にした方がいいですね。はい、皮がめくれなくて、はいはい、そうしましたらね、ここで沸いてきますから、沸いてきたらちょっと火を弱くしますよ。はい、そこに今度はここにある濃い口醤油、まあだいたい 30cc 程度ね。はい、でそれともう一つ、あとはここにある生姜、こう薄く切ったやつ、もしくはですね、吸ったやつでも結構です。まあ、吸ったやつでしたらば、大さじ1ぐらいですね、こう絞り汁なんか入れても結構です。でそこでこのままじゃなくて、必ずですね、まあこれによりも小さい、お鍋よりも小さいですね、蓋があれば、落とし蓋をこの中に入れても結構ですけども、ない場合はこういったですね、ちょっとした紙のやつでも結構ですし、あとアルミホイルでも結構ですから、そこで落とし蓋を作っちゃいます。はい、じゃあここで、はい、ここで沸騰してますけども、ここでゆっくりと煮ていきますよ。でこの時ですね、早くですね味を染み込ませようと思ってもそんなに簡単に染み込みませんから、必ず沸いてきたら火をちょっととろ火にして、ゆっくりとですね、まあ、だいたい10分なし、15分ぐらいます。その時なんですけど、おつゆが約ですね3分の1になったらば、そこで落とし蓋を取り上げて、そこで 20cc ぐらいの水を出して、そこで一旦火を強火にして 1,2 分煮ちゃいます。でそれをやることによって照りが出てすごく美味しくなってきます。で必ずですね、絶対にこう魚を触らないで、こういったやつでお鍋をこう回してあげるとか、あとはたまに落とし蓋を取って上からこうタレをかけてあげるとか、そういう風にして、やってみてください。でそんないつまでもねコトコトコトやっても、必ず芯までは味が染み込んでいきませんから、必ずゆっくりと煮て、それで落ち着いてから、もう一度軽く煮ても結構ですからね。そうしますと美味しい、サバの、煮付けですね、そういうのが出来上がります。ぜひですね、ゆっくりと味を染み込ませるようにしてやっていった方が一つのポイントですね。途中でひっくり返したりとかしない方がいい。そうですね、あのね、絶対やっちゃいけないのはやっぱりこうよくこう、ね、味をこう染み込ませる裏返し、箸を使ってやってしまうと、必ずですねそこで煮崩れが起きるので、ですから先ほど言ったようにお鍋をこう揺らしてあげるとか、
あとは、蓋を落とし蓋を取って上からお玉でこうやって上にかけてあげるとか、そういう風にした方がいいと思いますね。よろしいですか。じゃあちょっと煮ていきます。でこういう風にね、ちょっとこうついでこうかけてあげるとか、いいですか。まあ、今の季節ね、すごくこう魚にもすごく脂が乗ってて美味しい季節ですから、こういう青い魚とか、あと赤い魚とかですね、メバルとかいろんなのあるんですけども、そういうやつでやるとすごく美味しくなってきますから、まあ、付け合わせにちょっとね、この中に、まあ、タケノコなんか入れても結構ですね。でそうするとすごく美味しくなってきます。お野菜と一緒に煮ても大丈夫？そうですね、あのね、お野菜でしたらこう煮崩れしない、ごぼうとかそういうやつを入れた方がいいと思うんですね。まあそれが一番こう無難かもしれないので、根菜。そうですね、まあごぼうなんか入りますとね、魚の方のごぼうの香りがついて、またそれもすごく美味しくなってきますから、そういうふうな煮崩れしないようなお野菜をこの中に入れてあげたら一番いいと思いますね。はい、まあこうグズ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 煮てますけども、もうちょっと経つとより以上に美味しい色に染まって、照りが出てきますから、必ずそういうふうにしてください。よくね、あの煮魚ってもうお水で煮るやつってレシピでよく出てるじゃないですか、うん、すごいお酒で煮るっていうのがすごい。やっぱりそうですね、やっぱりお酒で煮ることによって旨味とコクが出てきますから、はい、贅沢ですね。そうですね、やっぱりこうここにお水を入れると全部ね、水っぽくなって美味しくなくなっちゃうんですよ。で水野菜、あ、このサバの方からも水分が出てくるわけですから、その水分は一つの旨味ですから、それとうまくこう絡み合うことによってより以上にこうコクが出てすごく美味しくなるということです。ですからお水は使わないでお酒をね、でどうしても欲しければ、あの足したいなと思ったらその時はお酒を足すとか、なんかしたらなと、まあ、お酒の方は別にですね、どんなお酒でもお酒も結構ですから、それをやった方がいいと思いますね。あとよくほら、寒ざましなんて、まあ、お父さんが飲んだ寒ざましなんかを瓶かなんかで取っておいて、それで料理酒に使ってもすごく美味しいと思いますから。でそれではですね、大体お次は3分の1程度ですね、そのぐらいになりましたので、ここでね、みりんを 20cc 足します。でそうしましたら、ここで今まで火が弱火だったやつを一気にちょっと強火にします。いいですか。はい、そこで落とし蓋をします。そうすることによって、いいですか、魚の方に照りが出てきます。はい、ここでね、1、2分程度煮てください。はい、でそしたらもう出来上がりですから、まあ熱々を召し上がっても結構ですし、私はもっと味を染み込ませたいなと思ったらですね、それは今日食べないで明日ね。そうしますと、この肉の中にどん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 味が染み込んですごく美味しくなる。それで召し上がる時にちょっと火を加えてあげると、本当に美味しい、サバの煮つけても出来上がります。いやー、いい色に出来上がってきてますよ。そうですね、これはね、もう日本酒でもいいし、まあいろんなね、お酒だったらば結構いろんなのが合うと思うし、あとは本当にまあご飯の友とかね、農家にしてもらうし、それとね、日持ちします、うん、ね。ですからこれなんかもちょっと残ったらば、この汁とサバのほぐして、それでサバご飯ね、これも美味しいです。ですから必ずですね、
ちょっと余分に作って、そこで残ったやつをほぐして一緒にご飯と炊いて、この煮汁と一緒にですね炊いてやるとすごく美味しいサバご飯が出来上がりますから、それもすごくいいところですね。出来上がりました。でここでちょっと落ち着かせて、はい、こちらの方がちょっと完成ですね。じゃあこちらもねちょっと盛り付けしましょうかね。ちょっとこうサバを盛り付けて、そこにちょっとこうほらね、これだけで美味しいと思うんですね。でまあ今日は一緒に生姜と一緒に煮てみましたって言ったら、ちょっとまあこの辺でも何でも結構ですか、ね、ちょっとこの辺にちょっと青いものつけましょう。こういった感じですね。サバの煮付けの完成です。